こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではニューバランスはダサいのかというテーマでお話をしてみたいなと思っています。結構ですね、衝撃的なタイトルなんですが、ニューバランスというブランドは結構ご存知の方も多いかなと思うんですが、このブランドは結構人によって評価が大きく分かれるブランドなのかなと思っています。結構ですね、一般的なニューバランスのイメージというと、街でおじさんが履いてそうなちょっとやぼったい印象を持っている方も多いのかなと思っています。結構ですね、街の量販店に行くとニューバランスのシューズって1万円前後ぐらいで売られていて、かなりカジュアルなデザインのものも多かったりするんですよね。そういったものを休日に履いている男性は多いので、意外とですね、ニューバランスというとあまりですね、スタイリッシュなイメージを持ってない方もいるんですね。その一方で結構ですね、おしゃれ上級者の方の間の中ではニューバランスというのは定番的な位置づけを獲得してるんですね。これって結構不思議な感じがしませんか？同じようなニューバランスの靴でも人によって感じられ方が変わるというところで、これってなぜなんだろうなと僕自身もですね、ずっと疑問に思っていたんですね。というのも結構ニューバランスというのは、先ほどもお伝えした通りおしゃれな人が履いてるイメージもありますし、センスのいいセレクトショップに行っても結構ニューバランスの取り扱いが多かったりするんですよね。さらにはファッション誌なんかを見てもニューバランスの特集が組まれていることがあったりして、意外とですね、ファッションが好きな方に愛されるブランドでもあるわけですね。僕もそのことにはですね、随分前から気づいていたんですね。僕自身がニューバランスというブランドにですね、結構意識するようになったのはビギンというファッション雑誌があるんですね。この雑誌が僕は大好きなんですけども、いろんなファッション雑誌がある中でビギンというのは、物の背景だとかストーリーだとか、そういったものをしっかりと掘り下げながら特集を組んでいるような雑誌なんですね。ですので、さまざまな魅力的なブランドというのがこの雑誌の中では紹介されてるんですけども、その中でやっぱりニューバランスというものが取り上げられることってすごく多かったんですね。ですが、やはり僕も以前はですね、ニューバランスというとおじさんが履いてそうな靴のイメージというのがどうしても強く残ってたので、なかなかですね、そういったストーリーを語られても履いてみようという気持ちにならなかったんですね。ですが、やっぱり履いてみないとその魅力が伝わらないのかなということで、ちょうど今から10年以上前ですね、15年ぐらい前だったかなと思うんですが、セレクトショップに行ってニューバランスのスニーカーを試着をして、何度かそれを繰り返しているうちに、少しずつですね、あ、ニューバランスってこういう魅力があるんだなっていうことに気づき始めて、僕自身もこれまでニューバランスは5足ぐらい購入をしました。しかもですね、最近立て続けに2足購入したので、そういったものもお見せしながらですね、ニューバランスの魅力というところを少しでもですね、皆さんにお伝えができればなというふうに感じています。スニーカーというものにもですね、様々なブランドがあるんですね。代表的なところで言うと、ナイキとアディダスとニューバランスとコンバース、このあたりかなと思うんですね。それぞれのブランドによってどういう人が履くのかって結構性格が分かれるかなというふうに思っています。僕自身はどのブランドも大好きで、それぞれですね、いろんなスニーカーを経験したわけなんですが、その中でもニューバランスのスニーカーというのは割と丸みがあってぽってりとしたシルエットになってるんですね。そしてボリュームもあるので、すっきりとしたシャープなデザインのスニーカーというよりはですね、だいぶレトロ感の漂うようなオーソドックスなスニーカーという感じがするんですね。ちょっと今回は比較をするために、僕の私物のですね、アディダスのスタンスミスとニューバランスの2つのスニーカーを持ってきたんですね。そちらを見せながらお話をしてみたいなと思うんですが、持ってきたのはこちら、アディダスの代表作とも呼べるようなスタンスミスですね。このスニーカーというのは僕の中では一番王道なんですね。シルエットとしても結構ですね、丸みはあるんですが無駄のなくてシャープなイメージが漂うかなと思います。デザインも無駄がなくシンプルですよね。スポーツブランドのロゴというところもあまり目立たないので、このスタンスミスというのは結構大人の男性だったら誰でも使いやすいような、すごくですね、正統派なデザインだと思ってるんですね。それに比べてこちらのニューバランスですね、全然見た感じが違いますよね。ソールの厚みもしっかりとありますし、この甲の高さなんかも全然違いますよね。こちらの方がシャープな印象で、やはりニューバランスのスニーカーというのはどこかですね、レトロな雰囲気が漂うのかなというふうに思っています。ですので、スタンスミスの方が断然万人受けするんですよね。僕もいろんなお客さんにこういったスタンスミスですとか白だとかブラックのレザースニーカーをお勧めしてきましたが、こういったものはスッと受け入れられるんですが、ニューバランスに関しては完全に2つに分かれますね。やっぱりニューバランスに対してどこか抵抗感があるという方も少なくないんですね。それでも僕はですね、このニューバランスのスニーカーというものに今ではですね、すごく魅力を感じています。ニューバランスのスニーカーというのは正統派のスニーカーというよりは、どこかですね、レトロで
ダサかっこいい感じがするんですよね。なんかやっぱりおじさんが履いてそうなイメージがあるんですが、デザイン自体はすごくクラシックでどこにでもありそうなスニーカーなんですけども、その中でもいろんなファッションにも馴染みやすくてすごく使いやすいという特徴があるんですね。もちろんですね、カジュアルな着こなしの中にもこういったニューバランスのスニーカーって馴染むんですが、意外とですね、ジャケットだとかスラックスだとか綺麗めなアイテムとのバランスがめちゃくちゃいいので、ビジネスカジュアルとかでもこういったスタンスミスを外しの要素で履いてあげるのもすごくバランスがいいかなというふうに思っています。でニューバランスって高いものと安いものがありますが、これはどんな違いがあるのかというと、主にですね、安いものというのはアジア製のものが多いんですね。一方で高いニューバランスというのは2万円以上するものも多くて、結構ですね、3万円のモデルとかもあったりするんですね。これって同じようなスニーカーブランドの中でも結構異例なのかなと思っています。ナイキにしてもアディダスにしても、あとはコンバースだとかバンズにしても、基本的には1万円台のものがほとんどなんですね。高くても2万円前半ぐらいなんですが、ニューバランスって平気で2万円台後半だとか3万円台のものがあるんですね。ちょっと高いニューバランスというのはですね、メイドイン USA だとかメイドイン UK だったりするんですけども、手作業で丁寧に作られているので非常に仕上がりが良かったりするんですね。とは言ってもパッと見では明らかにですね、差があるというわけではなくて、よく見てみたいだとか履いてみると確かに違うなというのが少しずつ感じられるようになるかなと思います。正直ニューバランスの魅力というのは実際に試着をして所有しないと分かりづらいというところが最大のネックなのかなと思っています。ただファッションというのは様々なスタイルというものが楽しめると一気にですね、価値観が広がるので、こういったスタンスミスのような正統派なものももちろんいいんですが、このニューバランスのようなダサかっこよさだとか、あと最近のトレンドであるちょっとサイズのゆとりのあるものですとか、こういったものというのは分かりやすいかっこよさではないんですね。ただ履いていたりだとか着続けることで、なんとなくその魅力というものに気づいてくるという世界観なのかなと思っています。でニューバランスには様々なシリーズがあって、900番台と呼ばれるものだとか1000番台と呼ばれるものがあって、僕が実際に所有してたのは996だとか997だとか、このあたりは実際に購入をして履いていました。もうボロボロになるぐらい履いていて履き潰してしまったんですが、色で言ったらネイビーだとかグレーだとか、こういったシンプルなカラーがまさにニューバランスらしいなという感じがするんですね。まあ、デザインはですね、どれを見てもパッと見ではそこまで違いがないんですけども、まあ、細かい部分で機能だとかデザイン性の違いが出るので、そこは好みで選んでもらうのがいいかなと思うんですが、今定番的に手に入りやすいのが996かなと思います。この996のグレーに関してはですね、ぜひ皆さんですね、いろんなセレクトショップですとか ABC マートだとかで売ってるので試着をしていただきたいんですが、様々な着こなしに合わせやすくて、もう定番中の定番なのかなというふうに思っています。そしてもう一つですね、1000番台というものがあって、その中で名作と呼ばれているのが1300というモデルですね。まあ、うんちくを話すとですね、いくら時間があっても足りないので割愛しますけども、このモデルというのはめちゃくちゃ人気が高くてレアなものなんですね。で定期的にですね、1300というのは復刻版が出るんですね。それが出るたびにですね、かなり人気が集中するんですけども、その1300というモデルを基盤にしながら1400だとか、今僕が持っているような1700だとか、まあ、様々なモデルがあるんですけども、僕はその中でよく履いていたのが1400というモデルだったんですね。今では残念ながら廃盤になってしまったんですが、僕が出版している本の中でも1400というのは結構おすすめとして出していました。すごく大人っぽくてですね、上品なスニーカーなんですね。でニューバランスのスニーカーって面白いのは、見た目はめちゃくちゃクラシックでレトロな雰囲気があるかなと思うんですが、履き心地がめちゃくちゃいいんですよね。足を包み込むようなフィット感があって、作りだとか履き心地に関しては結構ハイテク寄りなのかなと思います。見た目のレトロさと履き心地が全然雰囲気が違うので、そこがですね、ニューバランスの魅力の一つなのかなというふうにも思っています。で僕の中でもですね、スニーカーのブームというのが結構コロコロと変わるんですね。定番的なスタンスミスみたいのが履きたいなというテンションの時もあれば、ちょっと今っぽくて先進的なナイキを履いてみたいなと思う時もあります。そういったターンが僕の中では長く続いたんですが、ようやく最近ですね、久々にニューバランスが履きたいなと思うようになりまして、最近買ったのがこちらの1700というものなんですね。こちらはですね、ユナイテッドアローズの別注モデルで、ニューバランスと定番的なカラーであるグレーの中でもかなりですね、濃いめの深いグレーになってるんですね。この色合いが個人的にめちゃくちゃ気に入っていまして、すぐに購入を決めました。
まあ、見ていただくと分かる通り白ソールになっていてかなりぽってりとしたデザインで、これはですねやっぱり賛否両論が分かれるスニーカーなのかなというふうに思っています。好きな方で言ったらすごく魅力的に感じるかなと思うんですが、僕もですね最近のスタイリングでこちらをお勧めしたら明らかにですねこれはちょっと苦手だなというような表情をされた方も少なくなかったんですね。それぐらい賛否両論が分かれるというところがこのニューバランスの良さでもあるのかなというふうに思っています。まあ、今回の僕の説明でどれぐらいニューバランスの魅力が伝わったかどうかは分からないんですが、この後ですね実際に僕はこのスニーカーを履きながら、まあ、履くとですねどのような見え方をするのかというところも皆さんにお見せしたいなというふうに思っています。まあ、今回の動画を見終わる頃にはなんかニューバランスのスニーカー試着してみたいな、そういうふうに思ってもらえたら僕としてもすごく嬉しいかなと思うので、ぜひ最後まで見ていただければなと思っています。それでは早速履いてみましょう。はい、ということで実際にですねニューバランスのスニーカーを履いてみました。どうでしょうか。まあ、見ていただくとですねかなりソールに厚みがあってぽってりとしたボリュームのあるデザインなのが分かっていただけるかなと思っています。今回僕が選んだのはかなり深めのダークグレーになるんですけども、まあ、ニューバランスというと僕の中ではグレーのイメージが強いんですね。ただ一般的なグレーというのはもっと明るめなんですが、今回はですね少し深めのグレーを選ぶことで今っぽい配色というところを意識しました。なかなかこのような色は通常のニューバランスでは珍しいかなと思うんですが、今回はユナイテッドアローズの別注モデルということで非常にこの色合いが気に入っています。で、僕はですねこのニューバランスを合わせるときには主にですねブラックのこういうスラックスだとかブラックジーンズを合わせることが多いですね。結構ですねスラックスとニューバランスって相性がいいなと思ってるんですね。というのもニューバランスのスニーカーというのはスニーカーの中でもかなりカジュアルかなと思うんですね。まあ、先ほどお伝えした白のスタンスミスなんかはですねデザイン的にもシャープで色合いに関しても清潔感があるのできれいめに見えるんですが、一方でこういったニューバランスのスニーカーというのはブランドロゴもしっかりとついていますし、ソール自体にも厚みがあるのでカジュアルなんですよね。こういったスニーカーに関してはボトムスは少し綺麗な方が僕はバランスがいいなと思っていまして、スラックスを合わせることが多いんですね。今回はブラックのスラックスを合わせています。で、その時にはですね丈の長さが結構注意が必要かなと思っています。スラックスの丈がですね長すぎてクッションが強く出すぎるとあんまりニューバランスと相性が良くないなと思っていまして、少しスラックスの丈はですね短めにしまして、秋冬だったらギリギリ靴下が見えるぐらい、まあ夏に関してはですねベリーショートソックスを履いて素肌が少し覗くくらいがバランスがいいかなというふうに思っています。きれいめとカジュアルのバランスをボトムスと靴で作るという方法ですね。もしくはブラックジーンズを履いて足はなるべくシャープに見せながら足元に少しボリューム感を出していくというのもですねすごくバランスがいいのかなというふうに思っています。で、靴下なんですけども僕はボーダー柄を今回選んでいるんですね。細かいボーダー柄で少しカジュアル感を出しているんですが、ファッションが好きな方であれば白のですね太いリブの靴下なんかが結構相性が良くて、僕もそういうスタイルをすることが多いです。結構これはですねダサかっこよさの極みみたいなところがあって、まあ、分からない人が見るとちょっとギリギリですねダサく見えがちかなと思うんですが、そういった感じもですね楽しみやすいのかなというふうに思っています。丸みがあってレトロですね。だけどもなんか長く見てるとこれもこれでありなんじゃないのかなというふうに少しずつ感じさせてくれるのがこのニューバランスのスニーカーの良いところなのかなというふうに思っています。まあ、今回の動画でどれぐらいその魅力が伝わったかわからないですが、ぜひ皆さんも参考にしていただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では僕が愛してやまないですねニューバランスについて解説をさせていただきました。まあ、本来のタイトルはですねニューバランスはダサいのかというはずだったんですが、結局最終的には僕のニューバランスの愛というものをですね語ることになってしまったんですが、まあ、このブランドというのは賛否両論があるブランドかなと思っていまして、このですねちょっとこうやぼったさだとかダサかっこいいというところが楽しめるようになると結構ですねファッションの幅が広がるので、ぜひ皆さんにはですねまずは試着からしていただければなと思っています。今回僕はユナイテッドアローズ別注のこの1700を買ったんですが、他にももう一足ですね2002というシリーズを購入したんですね。まあ、それぐらいですね近年ないぐらいのニューバランスブームが僕の中では来ているんですけども、やっぱりスニーカーが変わるだけで気分って大きく変わるんですね。例えば今日の僕の着こなしは
パーカーに対してスラックスというスタイルなんですが、そこに白のスタンススミスを履くのと、こういったニューバランス系のスニーカーを履くのとでは全く感じられ方が変わるかなと思います。またはナイキのエアマックス97なんかも履くんですけども、それだけでも全然違うんですね。ですので着こなしは変えなくても、スニーカー自体を変えるだけで様々なスタイルが楽しめるということも、皆さんにはぜひ頭の片隅に置いていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。